行くぞ、脱獄しよう。キャー、出れるとはこの面会室を。言って遅かったな、空城城太郎。待っていたぞ、この時を。すでにできていたな。いいぞ、無敵のお前から手に入れたかったものはもらったぞ。これがホワイトスネークの能力。知るヒントがあったのよ。マックイーン君、君にはこのディスクがよく似合うだろう。君のだよ、君のスタンド能力だ。農場で使って、ただの餌だった。娘は城太郎を引き寄せるただの餌で、放っておいても構わないと思っていたが、空城ジョリーン、彼女が一人で万人を倒しディスクを持ち出したというのか。まさかこの生き残りの囚人二人がジョリーンを手助けしたということか。あの、もう日没です。あ、ホワイトスネーク、ディスクを一枚この私に。雨が止んだぞ。どこだ、空城ジョリーンの死体の位置は。ディスクはそこから離れていないはず。死んだ犯罪者の霊魂が、あの世への道連れが欲しくてカエルの姿となって戻ってくる。そんな昔の伝承が東洋にあると聞いたが、まさにそれだな、このおぞましさは。そして探し物はどこかその辺にある。ホワイト、あったぞ。ディスクを回収しました。ありがしてくれるの待ってたわ。無意味なこと。殺す、この死に損ないが。スネーク、ゲートにさっきの監視の銃が落ちている。鳩を狙撃するのだ。監視め、弾丸を全て撃ち尽くしている。クソ、あった。俺をなめんじゃないぞ。何も変わりはしない。スタープラチナが戻ってもお前の父親はただのデクの坊だ。娘のお前のことさえ思い出すことは決してないな。おい、見ろ、監視が倒れているぞ。